リサ解釈は、大韓民国出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。2002年の日韓 W 杯で韓国を率いた風ス・ヒディンクに高く評価され、大会後に、オランダの名門 PSV、アイントホーフェンに移籍。芝叩く間にレギュラーポジションを確保し、二度のリーグ優勝を経験。5年の欧州チャンピオンズリーグでは、チームのベスト4に貢献。 準決勝の AC ミラン戦では退治したカフーを幾度となく抜き去り注目を集める。大会後の2005から2006シーズンからはイングランドプレミアリーグのトッテナムホットスパーでプレーした。2006年夏の移籍市場でイタリアセリエ A の AS ローマへの移籍話がほぼまとまっていたが本人が直前に移籍を拒否する騒動があった。 宗教上の理由とイタリア史は報じたが、イギリス史によれば、引退後を考え英語圏でプレーすることを望んだと、報じている。2007から2008シーズンは、新加入のアラン・ハットン、ジューベルトラにレギュラーを奪われ、2008から2009シーズンにドイツ分でスリーガ・ボロシア・ドルトムントへ移籍した。2009年7月に、サウジアラビアの強豪、アルヒラルへ移籍。 レギュラーとして活躍し、チームの優勝に貢献した。2011年12月にメジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスに移籍した。2013年10月22日に今シーズン限りでの現役引退を表明した。2010FIFA ワールドカップでは、全4試合にフル出場し、韓国のベスト16進出に貢献。AFC アジアカップ2011でも、 レギュラーとしてベスト4に入りに貢献した。準決勝の日本戦での敗退後、代表引退を表明した。ありがとうございます。